ヤガチャガチャンネル。ついに到着した最終惑星インフェルノ。しかしその惑星はさらにコース難易度が上がり、レース難易度も上がる最終惑星。ヤガミの孤独な戦いはまだ終わらない。早々ダイジェストとなるが、ヤガミはインフェルノでも連敗を繰り返していた。ただ諦めない。ここまで取れ高が削られる状態で負けるわけにはいかないのだ。そしてそのプレイスタイルは当人も気づかない速度ではあるが、着実にヤガミを強くしていた。そしてその結果もぎ取るのだ。これでいいか、これでいいですか。3200集めてフルカスタマイズも終わりました。なのでもう本当に磁力だけでの勝負みたいな感じになってますね。というわけでございまして、ディビジョン A に行きましょう。いや、車も変わんないよね、さすがにね。変わんないわな。じゃあもうあとは8レース1位取るができればいけるとね。ただね、勝率はあんま高くねえんだよね。ただこのコースはね、CPU が事故りやすくて、普通にやってるだけで勝てるパターンが多かったコースだから、ここが一発目なのいいな。いいよいいよいいよ。ねえ、さすがにね、あまりにダイジェストにするとね、お前やってるんかみたいな話になるからね。やってるんすよ。普通にやってるんすよね。いいぞいいぞ。よいしょー。そう、大体ね、後ろが勝手にね、やり合ってくれるから、このウォリアーの惑星は、あまりにもヘイトが高すぎて、なんか4位になっても CPU 同士が潰し合って、なんか誰もいなくなって1位になったとかも、ザラに経験上あったから、で、フルカスタマイズにしたことで、まあ、スピードも乗るようになって、なので、ある程度、あれだよね、安定した走りっていうのが、求められるようになってきたかなっていうのが今までとの違いかな。でもう本当にダメなコースは何回も走って頭に叩き入れるしかないっすね。やべ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 、あぶね、やばいやばいやばい、コーナー1個間違えた。ちょっと待てよ。とりあえずこっからまず全然全然大丈夫だから、あと1周でしょ。なんだったらブースト使ってなかったから、うい、なんで行けるところはガンガンスピード出して、スピード出しながら、よいしょよいしょよし。で、最後のところ、これ右にぐるっと360度合計で曲がって、で、直進乗って、クッて行って、クッて行って終わり、オッケー！いいですよ、いいですよ。というわけでね、最後のやつに関しては、ちょっとできる限りね、映像も出していきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。ここからまさかの4連勝。なんと5戦5勝。あと3レース勝てばいい状態。なので、ここからはパスワード奏法なし。まあ、今回パスワード奏法使ってないんですけど、マジで。パスワード奏法なしで、オンタイムでお送りします。なのでね、ここまでね、ずっとね、同じ風景だからと思って気を使ってシーンをカットしてきたけど、ここからはカットせずにお送りするので、みんなも一緒にこの地獄を味わおう。さて、まあ1位と2位が団子になってるから、どっちか消えてくれるんじゃ、嘘だろ、どっちか消えてくれるんじゃないかなと思ってるんだけど、それよりもこれよりも入賞が怪しい。基本的に逆走パネルはね、一回踏んだら取り返しつかないことが大半なんですよ。そうだから、あれだけは踏まないようにっていう運用を心がけてるんだけど、でも1台あれだね、途中で大破したね、多分ね、紫かな。いやー、ちょっと待って、ちょっとで、うん、もう1台前が落ちて、残り2周で2位。あぶね、よいしょ。オレンジ見えてるし、煙吐いてんな。ワンチャン当たれば、オッケー、きたー、アタックボーナスありがてー。さあ、そう、アタックボーナスがもう金が手に入ったかどうかをチェックするためのツールじゃなくて、
なんつうの、あの敵を倒したかどうかを教えてくれる表示掲示板みたいになってるからね今。で、おい、まあとりあえず来るところに地雷置いといて、なおさらのこと後ろの敵がいないようにして、オッケー、来てるぜ。あと2レース、おい、このまま1位1位取ったらね、ストレートで終わりだからね。今回のパート動画短くなるんじゃねえかみたいな。よいしょ。さて、ここジャンプ台が多いステージか。確かね、これね、インコース走るとね、トラップ誘拐いっぱいあるんですよ。だから確かここはアウトコースを走るのがベターだったような気がするんだけど、コースのね、種類もね、やっぱり膨らんでるから、ちょっと記憶が定かではないのはあるよね。まあ、とりあえず後ろの車がシンプルに撃破できたのはでかい。あそこだけか。あそこ以外はインでもいいのか。で、よいしょ。危ねえ。そう、あのね、溶岩床もね、スピードダウンとかないんだけどね、地味になんか、何の音も立てずに HP 減るからね、意識してないとちょっと怖いんだよね。あれ、なんで煙出てるのとか、なんで死んだのみたいなのがね、結構ある。あとね、CPU がね、なんだっけ、逆走床にはまるっていうのがあるんだよね。なんかね、ずーっとはまってんの。まあ、だけなんだけど。だからまあ、1順確定するから、1位順位が上がるの確定するから、こちらとしては何ら問題ないんだけど、それもね、結構なんかね、多く見たね。あの今、紫が完全にはまってるね。まあ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 、はまっといていただいて、ちょっとでもね、難易度を下げていただいて、いや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 、これはなんてことなく終われるよ。終わるぞ。いやー、俺ほんと令和4年に上手くならなくていいものが上手くなった気がすんな。うい。いや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 、ついに、ついについにだぞ。あー、ここね、俺ね、得意なのよ。てかね、ここね、俺が得意っていうかね、CPU が苦手なんだと思う、ここ。テクニカルすぎて。コーナーの数が一定数多いコースは、CPU がね、あんまりね、目立ったスピードにならない。やべ。っていうのは個人的に発見していて、そう、だから多分だけどね、ここね、あー、待って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 、それ、そう、たまにね、ミサイルの浮きはめがあるんですよ。制御不能になるっていう。とりあえず、灰色黙らしといて、もうここは順繰りに走、あ、やっべえ、危ねえ、危ねえ、もうちょっとではみ出しドカンだった。あ、もう勘弁してほしい。よいしょ。で、とりあえず1台落ちて、今3位か。ここの結構得意な自負だったんだけど、得意と自負してたつもりなんだけど、まあとりあえずこれで1位になって、で、紫も HP あんまりないから、OKOKOK。これで今後ろも倒して前も倒して1位奪還したでしょ？またやった！いや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 ！壁の反動やめろよ。ちょっと待って、とりあえず残ってる4発は撃つじゃん。で、2位でしょ。ちょっと待てよ。あー、でも前方に2台か。前方に2台。このコースはな、撃破にはあんまり向いてない。2位にはなったけど、もう地雷しかないから、前で落ちてくれない限り、もう1レース延長戦だな。くー、ミサイルがあったら1位取れた気がする。ミサイルじゃねえな。ブーストがあったら1位取れた気がするけど。でもまあ3000。なので、あと2位1回取れば終わりって状態なんですけど、ここのコースはね、なんか手前で事故りやすいんだよね。よいしょ。とりあえず、ジャンプ台のところに地雷仕掛けて変な当たり方すると落ちるから、ちょっと落下狙いでとりあえずジャンプ台のところに地雷7個置いてくみたいな運用にしてあげて、あーっと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 。ちょっとグズグズな立ち回りになってんな。で、また7個置いて、よいしょ。早く走れるところはさっと抜けちゃう。ほい。
あうーフラフラする。よいしょ。んで、はい、また7個置いて、あとは走り去るのみ、逃げるのみ。オッケー、あーファイナルラップだった。一周見逃してました、すみませんでした。完全にアクセル一回抜いたよ。で、ここでもう一回7個置く。いいんじゃないの、いいんじゃないの。イエーイ、終わりだよな。終われよ、お前。ほんと収録時間と撮れ高全く割に合ってねえからな。よし。座ってベルトをつけるんだ。さあ、ドアを閉めるぜ。頼むよ。これ5惑星目でしょ。終わりでよくない？あ、なんかエンディングの惑星だよね。これはエンディングの惑星でございますわな。頼みますぜ。地球っぽいところに帰ってきて、お？なに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 ？おお、街っぽいところに。はあ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 、なんかあれだ、なんだっけ、リニアモーターカーのやつとかじゃないけどさ、下にレールがあるところに帰ってくるわけだ。ウェルカムトゥーラックス。お、やいのやいの。ロックンロールレーシングの殿堂へようこそ。今シーズンのインディーカップでの優勝おめでとう。それでは今年のロックンロールシーズンからのハイライトシーンをどうぞ。ほう、え、これ何？俺が実際に走った、これハイライトかなあ。え、でもこんなの、でもあの針がいっぱいあったやつは覚えてるぞ俺。あれは覚えてる。惑星ドラコニスのバトルレース。お、何これ、何、一惑星ごとやってくれんの？マジで？え、てか何、パスワードのデータにそこまで持たせられるの？基本的にはやってるシーンばっかじゃん。うん、基本的にはやってるシーンばっかじゃん、本当に。へえ。いや、これ俺のデータじゃなくね？ジャンプ持ってなくね？あんなかっこいい、なんか避け方は。でも1個目はなんか少しだけあの針いっぱい置かれたのは記憶あるんだけど、別に針をどこで置かれたかの記憶ではないもんな。なんかね、意識的に覚えてるようなことをやってくれればいいんだけど下手くそじゃねえか。でそこから1回撃たれて、おやおや、これは結構厳しいよ。おっと、ジャンプでかわして前のところも止まってた。さあ、そんなシーンがあったかどうかも覚えてないし、ハイライトにするシーンじゃなくないかな。そして惑星ニューモジェイブでの燃え上がるアクション。はあ、ニューモジェイブ、いや、モジェイブじゃなくて、モジェイブとかじゃなくてニューモジェイブなんだね、あれね。で、なんか変わり映えしねえ対戦シーンばっかだな、おい。
いやだしそんな減速しながら走らないから、やっぱりこれ再現シーンというか、なんかすでに収録されてるやつかな。惑星 NHO からの映像だ。君のホイールがブンブン回るね。ホイールではなかった気がしますけどね、この時点でね。あのホバー型でしたからね。さあさあ、あー氷の面か。いやいっぱいやったな。でもそう、あの結局何クオリファイのスコア超えないと先に進めないっていう仕組みによってめちゃくちゃ走らされたもんね。マリオカートとか比じゃないぐらい走ったもん。いやいやいや、あーで目の前で撃破して結局のところブレイクしていくっていうことばっかりなんだね。最後に惑星インフェルノでの虹色バトル、虹色バトルしてない。何をもって君は虹色バトルって言ってるのか俺には全然わかんないけど、赤色バトルじゃねえかよ。でそうだね、そこでそんな赤いのにビビるレース展開あるかなと思うから、やった記憶はなんかないが正解だな。戻されちゃうんだ。さあさあ、今夜は来てくれてありがとう。へえ、今夜のイベントはバイキングジャ 100% ビーフコーラの、バイキングジャ 100% ビーフコーラの提供でお送りしました。 あくまでテレビをモチーフにね。このコーラはフォークを使わないと飲めないくらい濃厚。最後 CM なんだ。グッナイ。なんかね、アメリカの番組っぽい締めな感じは雰囲気漂うねこれね。ねえ、また帰ってくの？要は新しいレースねの舞台へみたいなことかな。あーでもうん、しんどかったはしんどかったんですよ。取れ高があまりにないので。でもゲームとしてプレイしててしんどいとかつまらないっていう時間は特になかったっすね。それが一番ありがたいね。やっぱね、ゲームとして面白いからできるっていうのがあると思うのでね。スタッフロールだー、お疲れ様でした。いや本当にね、ロックンロールレジングこんなにパート長くなると思ってなかったんですよね。でなんかダイジェストにしてもいいかなとも思いつつ、ダイジェストにしすぎるとね、一緒に見ていくとかっていう感じの感覚も薄れてしまうので、どこら辺が正解なのかなっていうのは正直探り探りやってた部分っていうのはあったかなと思うんですけど、でもね、あの昔から遊んでいたそのロックンロールレーシングっていうゲーム、毎回私は多分イージーモードをクリアするだけで終わっていたんだけど、初めてこうやってね、あのスタッフロールとか、あの言ってしまえばスーパーファミコンの時代だけど、これだけね、あのアメリカナイズというか、なんかそこの雰囲気をね大事にしながらやってるゲームっていうのもなかなか出会えなかったりするので、それこそ今までやってきた中でいうと、なんかね、あのそれっぽいゲームアフターワールドとかみたいなものもあるんですけど、スーパーファミコンの時ってやっぱり普通の年齢でいくとマリオやって FF やってドラクエやってみたいなことが多かったと思うんですよね。なのでこういうなんか洋ゲーみたいなものに触れられたのはね、個人的にはとっても楽しかったなっていう風に思っているところでございます。いやなんか普通にテイストとかね、なんか持ってる世界観がすごい独自的な感じだったのでね、すごい好きでした。さあこれは、あ、スタートしても効かないやつですね。はい、というわけでございまして、ちょっとね、2ヶ月近くにわたり挑戦してきましたロックンロールレーシングですが、無事クリア画面をお届けすることができました。というわけで残りはともしよろしく。ついにゲームをクリアした矢神曰く、当面レースゲームはやらないとのこと。それでは次は果たしてどのようなタイトルを選ぶのか、次回に続く。過去最多のパート数だった？そんなことないかな。次回は何になるんだろうね。